こんばんは。新しい生物をお迎えしました。ベルツノガエルくんです。めっちゃ小さいです。ブルクラくんと同じで、この子も性別はわかりません。大きくなってきたらわかるそうですが、可愛いのでどちらでもいいです。オスだったら泣くみたいです。ベルツノガエルくんのお家を作りました。400円の虫かごにダイソーのろ過マットを敷き詰めました。うん、お家の中に入れます。硬くてなかなか開けられません。わかんな、つってなかったな。やっと開きました。飛んでいきました。今日はお迎えしてすぐなので何もしません。明日ご飯をあげてみようと思います。結構跳ねるので蓋をします。よいしょ。小さくて可愛いです。おー、可愛い。可愛いなー。ベルツノガエルは何でも食べるみたいで、釣ってしまう。あまり拒食などもないそうです。前々からカエル飼ってみたかったんです。最高に可愛いです。今まで敷居が高そうで諦めていましたが、ブルクラ君や爬虫類の飼育にも慣れてきたので、挑戦してみようと思いました。比べるとブルクラ君の大きさが際立ちます。ベルツノガエルも大きくなるみたいなので楽しみです。今日はベルツノガエルくんにご飯をあげます。お店ではレッドローチを食べていたそうなので、我が家でもレッドローチをあげます。ベルツノガエルくんが小さいので1匹にします。食べてくれるでしょうか。レッドローチがガンガン向かっていきます。ギリギリのところで逃げられてしまいました。レッドローチ、我が家で飼っているんですが、たくさん繁殖して成長も早いです。ただ独特の匂いがします。あと成虫が完全にゴキブリです。匂いさえなければいいんですが、リュビアはあんまり匂いはないです。リュビアは成虫になると大きくなるので、我が家では食べる子がいません。ベルツノガエルくんが大きくなったらあげてみます。なかなか食べる気配がありません。
食べました。今までのんびりと全然違う俊敏さでした。とりあえず食べてくれてよかったです。一応人工餌も買ってあるんですが、お店ではまだ食べていないそうなので、しばらくレッドローチで行こうと思います。目をつむって飲み込んでいるのが可愛いです。このまま3日に1度のペースであげてみます。この調子でどんどん大きくなってほしいです。